むちゃくちゃ意味があると思います。その先生がどんなお花を作ってくれるか分かんないのに任せようがないと思うんですよね。なんでそのシミュレーションでこの感じでいいですかっていうデザインをしっかりこう共有しながらゴールを設定するという意味ですごくシミュレーションは大事だと思います。でまたそのシミュレーション通りの結果にじゃあ実際なるのどうなのっていうところに関しては、手術中にその見せたシミュレーションの形がここにあるよっていうかたどったものを実際体に当てて確認しながら作っていってピタッと作るのでかなり手術中それが再現できるようになっています。でまたそれが手術の後その通りの形で保たれるようにっていう風で、飲み薬を飲んだりギプスをしてしっかりその後の抗療法というんですけど形が崩れないようにして最終ゴールをそれにできるだけ近づけるように努力しています。